石野悟の取材放浪記。 ここからはノンフィクションライターの石戸悟さんが今週気になった社会の動きについて語る石戸悟の取材放浪記、今日は統一教会問題振り上げた拳を下ろすということというタイトルですね、まあ。振り上げた拳の下ろし方かな、<あ>なんかより正確に言うとって感じなんですけど、とにかく今どういう状況かっていうと、まあ、みんなあのもう怒って拳を振り上げるっていう、こんな状況になってるんですけど、まあ、拳って 振り上げるのはまあ別にいいんですよ、怒るっていうのはね、こんなことがあったなんてとか許せないみたいな感情で振り上げるのは大いに結構だと思うんですね。でなんだけどあの、じゃあこれをどこに向かって下ろしていくのか、つまりこれって問題をどうやって解決するかっていう話なんですね。政治との関関わりやつながりやがに関しては あのまあ、今、あの昨日も自民党の調査結果なんか公表されましたねっていうところで、一応、曲がりなりにもです、ね、多少は進んできたところであると、うん、いうことと同時に、ただ僕は、ですねあのこの問題は統一教会に限定して終わらせてはいけないだろうとは思ってるんですね。うん、というのはどういうことかというと、別に、まあ、統一教会も含めたカルト宗教とか、まあ、あるいはカルト宗教的なものも含めてですね、えー、に関しては、まあ、一定この まあ2世の信者もそうだしあるいはまだ見つかっていない被害っていうのもあるにはあるじゃないですか、はい、でこの被害救済どうしていくんですかっていうところがやっぱり一つポイントになってくると思うんですね、うん、で僕はやっぱりそのカルト宗教っていうのでいうと、まあ、今日ああのまあ、今週まだ発売中なんですけども発売中の「ニューズウィーク日本版」でですね まあ要するにその統一教会を絶対悪と見るべきかどうかっていうようなことに関してのこのまあレポートをですね載せたんですねで、もちろん統一教会本体のというかです、ね、幹部がやってきたような、あのー、もう含めてです、ねまあ、やってきた、あるいは黙認してきたような、えー、自己破産に追い込むような献金のやり方、あるいは霊感商法のあり方、それそうそういろんな問題を抱えているのは事実ですと。うん、ただあの一方でその、えー 穏やかにというか、ですね、まああのまあ、今、社会生活を営んでいる中に、普通に社会生活を営んでいる2世の信者たちっていうのも、結構な数いるんですよ、でそれは僕もやっぱり知ってきて、で彼らはやっぱり人知れず悩んでいるわけですね、例えば親にあの奨学金をですね、自分の奨学金をですよ。 勝手に親が奨学金を申し込んで、えー、自分がアルバイトで稼いであの学費を払っていたと思ってたら、うん、親は奨学金を借りていたってその奨学金はどこに行ったか教団に流れていたなんていうことが、まあ、あるんですよ。うん、で本当それはもうあの実際証言も聞いたしそこから教団側から取り戻すとか、ね、っていうのも本来なら当たり前のようにやるべき話じゃないですか、ええ、しかもその人奨学金返してるんですよ自分で、うん、社会人になってから。うん、からありえないでしょこんなのっていうことを僕なんかすごく思う。 だとすると、やっぱりこういうふうに具体的に子どもの教育にあのかかってしまったお金に関しては、僕はこれ、少なくともですね教団側にはやっぱり支払う責任があると思うし奨学金が流れたものに関してはね。っていうふうなものとかっていうのも、きちんとこの支援の在り方っていうのを考えていかなきゃいけないだろうというふうに思ってるわけです。長年かると 問題の奪回支援なんかやってる人たちにもこの今回のそのニューズウィークのレポートなんかで話聞きに行ったりとかしてるんですけど、その中ですごく印象的にの印象に残ってるのは結局そのカルトの歯止めっていうのは一体何なのか？っていう時に、はい、カルトの歯止めっていうのは、やっぱ社会に対して開かれてることなんだとでもうあの信者がですね。あのっていうのだって。信者だって。別に全員が全員。 ななんかマインドコントロールとかで、すべて正しいと思ってるわけじゃないんですよね、やっぱり自分だって大丈夫なんだろうかとか、うん、私自分が信じてるもので、これでいいんだろうかっていうようなことを、迷ったり、嘆いたり、あるいは自分で折り合いをつけたりしてる信者の2世、まあ、特に二世も不安なんですけど、うんで、結構多いんですよで教会がこ、教会のここが問題だよねとか、うん、いや、もう本当なんか、これはやめた、改めた方がいいよねとか、もう政治とかもういいんじゃないですかみたいな。 もう政治と関わるのなんかやめたほうがいいでしょみたいなことを言っている人たちなんかもまあまあ一定数いるんですよ。<ー>うん、それがまあほとんどだと言ってもいいぐらい<ー>二世信者なんかだと二世なんかだともうちょっとこう,なんていうのかな親がの献金でどうなったかっての見てたりとかするから自分とその統一教会とか、まあ、宗教、まあ、統一教会以外のカルトもそうだけど自分と宗教に対しての一定の距離っていうのを置いてるんですよねどちらかっていうと。<ー>で あのそう考えていったときに、やっぱり僕,僕たちが必要になってくることって、あのなんか、まあ、信者の中でも、やっぱ社会生活のな、の社会と折り合いをつけながら生きていこうとしている人たちを、まず、なんかあいつ統一教会だからだめだみたいなことは言っちゃいけないよねっていう、そうじゃなくて、ちゃんとある程度受け入れていくっていうことも、同じぐらい大切なんじゃないですかっていうことと、うん、やっぱり、あとはやっぱお金の問題とかは、 あのお金の問題、しっかりね、あるいは違法行為の問題っていうのは、やっぱりもうちょっと個々にですねあの厳しくあの取り扱っていくところは取り扱っていく、違法行為に関しては、やっぱりしていくとか罰していく、まあ、そういうふうに折り合いつけていかないといけないんじゃないかでそのための方策は今、なんか議論が進んでいるように、あんまり見えないなっていうのが正直なところ。う そうですね,ですねこの周囲が、うん、例えばその偽信者の方が社会との接点を求めているとかあの統一教会と距離を置いているみたいなことを周りが追い詰めないとか実態を知っているっていうことが、うん のめり込みすぎる信者を生まない社会を作っていくことにつながっていくす、ね、まあそうですね、だカルトって何が問題なのかっていうと、周囲の人間関係全部があの同じ、例えば信じてるものが同じ人たちで染まってるっていうかね、変わっちゃってるっていうことになっていって、結果的にあのそのうのかな、極端な考え方っていうのが浸透しやすい状況が生まれていくっていうところに問題があるわけじゃないですか。で、そうなってきたときに、やっぱり一番大切なことの一つっていうのは、 あのそうならないように、いろんなネットワークの中にいるっていう、全部が全部そこに染まるない、軽く、うん、ネットワークの中に入らない、いうん、そうじゃなくて、いろんなネットワークに個人がいるんだっていう、うん、ここがやっぱ大切なんですよ、切り離されてっていうところが一番問題なんで、うん、だとするならば、やっぱりあの差し伸べ手を差し伸べておくっていうか、接点を作っておく、うん、その信者、個々人と接点があるっていうことっていうのは、やっぱり大切なことなんで、うん、それは。そ、うん、そこにで中でやっぱりその 僕も取材しながらですけど思ったことはやっぱ彼ら二世信者の人たちなんかもそうなんですけどね信者なんかも現役の信者なんかもやっぱ迷ってるわけですよ。それはな迷ったりあの本当にこれでよかったんだろうかと思ったりとかしてる人はすごく多いですよ。これだけ報道もされてるしね。でだけどあのやっぱ声を上げないでいやどうせなんか社会に受けられない,られないんだから こんんなもんなんかその声を上げたってしょうがないじゃんっていう風に諦めたりとかやっぱりちょっと社会に対して助け求めるのって怖いなって思ってるようなう何言われるか分かんないねっていうような人たちだってやっぱ出てきかねないんで今のままだとねそれだとやっぱりますます強化していくだけじゃないって僕は思うのでだからやっぱりこう受,け入れ受け入れられるような体制もちゃんと作っておくこれはもうやっぱり脱カルト支援なんかでもそういうふうに言われてるんでねうんそういうい過去の経験にきちんんと学んで あのいく行くフェーズに今入ったんじゃないかなとういうですね。はい、今日は統一教会問題振り上げた拳の下ろし方というタイトルでした。石戸悟の取材放浪記。このコラムはポッドキャストや YouTube でももう一度お聞きいただけます。チェックしてください。